Where are you from? Korea. How's the Ibashi? Very good, very good. Hey!生き物で一番かもしれない。味がいい、そして見ても美味しい、接客が最高だと思います。もう全てに最高だと思います。イワシの油です、これ。え、イワシの油ですか？はい、この油を捨ててるっす。1日100本ぐらい出るんで、イワシ100本。これ話題の塩っす。話題の塩。割時間かかるんですからね、この塩。どこ産に何？これ沖縄。あ、沖縄産の。世界まで広まってます。いや、本当ですよね。普通
になんか煩わせるためにあんな塩をバーって食ったわけなくて、これ毎日こうやってやるよっただけなんで。それはまあかけ方的なまあ武蔵伝統のみたいな。伝統でそのお客さん喜ぶじゃないですか。そうやってバーってこうやったりして。これもすごい。なんか聞こえない。どんだけ刺すつもりですか。そんだけ行くつもりですか。ある出るんや。めっちゃでかいっすね。めっちゃでかい。年間通じてこの大きさの。そうっす。年間通じてなんか本当いろんなとこから仕入れて、そう探すのがマジ大変です。グラムが150グラム以上。ほんと大きいイワシだけ完全厳選ですね。完全厳選です。たまにちっちゃいやつも入ってるんで。一生しろって大丈夫。まあ、ほんとまどは顔審査があるんですね。あるみたいです。今気づきましょう。腕で息上げてるんですよ、これ。はいはいはい。うちレディーのお客さんも多い。ああ、なるほど。女性のお客さん、お客様の笑顔を食べる。本日の8時半、駐車場からイメージまで。本日は終日でご予約でして。これグラム全部一緒です。え、マジで？マジグラム一緒なんですか？マジ。測ってみましょう。マジで？こうやってあのクリップ止めて、これでこうやってみんなの襟を僕が話してる。こうやってはっきりこれめちゃめちゃいい。トレードマークみたいな感じだ。そうそうそう、僕らトレードマーク襟立てる。立ってないと怒られる。もうこうやって立たす。一部と一部迷う。ミーティングすんでー。おはようございます。おはようございます。声を出すとか、そういうなんか当たり前のこと、なんかその原点とかをしっかりちょっともう一回やり直してほしいな。で、いろんな店舗行っても通用するみんなにやることに一緒に頑張っていきます。おはようございます。ついてるついてる、ついてる、最初からないか。すべてはお客様の笑顔のために。
吉出ご役の2名様、2名様、1番と3番で配ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では初戦、ありがとうございます。3番様、コマカンパチ1、ポテサラ1、トロンダク1です。イエーイ。あ、トロイ。This is real fish. Real fish. It's bar. Audio change. Thank you. Thank you.
いや全然です。Where are you from? Korea. What is the most favorite? Dindara. Dindara. Dindara.ドリンク上がります。ヘイ。マッチカバーガー。ヘイ。さあ田中とクリーチです。ヘイ。もうちょっと。Where are you from? Korea. How's the Ibashi? Very good, very good. Very good? Oh. Okay. どのぐらい売ります？ああ、ノドグロ頼んだ。わあ、なんか忘れた。カレーの七味山椒醤油試作っす、はい、これから出すやつっす。10番さんお願いします。エドワーズストロベリーはい、差し入ってあなたに。はい、ここから大丈夫ですよ。じゃあ後で。あ、右左前で504名様ご案内します。ちょっと待ってね。はい、全部明日の予約の。
放送はいつなんですか。はい、アバンスが2名様お待ち。さっきの2名さん8時から、8時から。いらっしゃれ、はい、どうぞ。あさっきのお皿でお願いします。右行きますわ。ここ。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、どうぞ。最初に女子ガウッと絞って背中から、はい、ガウッといってください。めっちゃ良くない？めっちゃ良い。今日初めて来られたんです。いや、先週実は北海道から来たんですよ。それでサッカーの試合で来てるの、はい、でたまたま2週続けて九州なの。で、本当は今週ちょっと他に予定があったんだけど、やめて来たの。ここ美味しくて、本当美味しい。焼き物で一番かもしれない。味がいい、そして見ても美味しい、接客が最高だと思います。もう全てに最高だと思います。お食事いただけるの？
美味しかった。イワシめっちゃ美味しかったです。イワシがやっぱり一番美味しかった。ホッケも美味しい。トロトロでした。他に気になるところだけがありますか。店員さんがいい。そう、ケンティいい。ケンティ譲って。イケメンですね。イケメンですね。同級生超え。Thank you.